どうも、皆さん、こんばんは。オオカミのチャンネルへようこそ。本日は、ホラーフリーゲーム、でんでん虫、やっていきたいと思います。ホラーフリーゲームっていう以外の、前知識はなしです。おじいちゃん見て、カタツムリさんがいるよ。タツムリさんに、確かにね、すごいことが起きる。すごいことだけどね、割と残酷だよね。タツムリさん溶けちゃった。面白くはないよね。でもタツムリって、あれ本当に完全に溶けちゃうのかな？あんまりそんなことした記憶がないからな。どうした？でんでん虫虫歌あったね、そういえばね。お前の目玉は、そんな歌だったね。どこにあるとか、角出せ槍出せじゃなかった？最後っていうか目玉出せか。出せ。割とシュールな感じ。なんか地面がデコボコになって。そりゃそうさ。君はカタツムリになっちゃったからね。呪い？見た目は一応女の子だけど、なんでカタツムリさんに僕に塩をかけ、めっちゃ怒ってるね。なるほど、君もカタツムリにしたの。ずっとカタツムリさんのままなの、きついな。まずゲームができないのがきついよね。僕の言うことをちゃんと聞いてくれたら、元の姿に戻してあげるよ。ここから出たり逃げたりしちゃダメ。ほう、約束ね。オッケーオッケー。とりあえず、この先の場所に行ってくれる？手伝ってほしいものがあるんだ。頑張るよ。手伝ってほしいもの、嫌な予感しかしないけどね。さて、特にちょっと音量調整しようかな。ちょっと音量調整の部分をカット。これ周り壁なの？これが地面なの？何？読めなかったけど。何もキーを押してないからね。今の多分読めない仕様だと思う。すごい気になる。抜け殻は？邪魔だから奥の穴の中に埋めようと思って。あ、殻ってあるの？あれ。へぇ。抜け殻が壁に引っかかって取れなくなっちゃったら、左にある看板を使うといいよ。へえ、看板。何これ。壁で詰まるんだ。これ戻ったらゲームオーバー？大丈夫？押す感じね、こうやってね。あそこに入れればいいんでしょ。まあ、これ1個目は簡単でしょう。なんかちょっとリアルだなぁ。この抜け殻、こう、ゾワッとする。入らないけど。これ岩？
これリセットしなきゃダメかもな。来るかも、結構難しそう。これ先に行って、見えるね、道路ね。なるほど。考えなしにやると詰むってことね。結構逃走しかも。とりあえずひたすらプッシュ。いや、誰かカタツムリについて詳しい人いない？カタツムリ博士いないかな？殻と、殻がどうなるのかと、全部消えちゃうのかが知りたいな。まあ、これはね、サクサクいけるでしょう。さすがに。これで詰まっちゃうようじゃ、まずいよね。プッシュ。ひたすらプッシュ。結構長いな。でも。まあでも、大丈夫でしょう。いや。若干大丈夫じゃなくなってきた。あの穴か。とりあえずプッシュだね。ちょっと待って、先見よう。大丈夫だね。これプッシュして、あ、なに？どうした今？何が起こったの今？いい感じじゃない？もうすんなりいけそう。ここで最後。大丈夫でしょ？このまま行って、こっちに切り返して、とりあえずここまで行こう。壁に引っかかるって言ってるから、多分壁に押し付けるの良くないね。こう行って、下から押して、極力真ん中を通る感じで。今のところちょっと必死でホラーゲーム感一瞬しか出てこなかったけど。これで穴に？簡単じゃない？全然いけたよ。えい。なんか出てきた。これでここを通るときも楽になるよ。まあ小さいからね、あの世界だと多分こういう殻一個でも大変なのかなとは確かに思うね。それは良かった。一回一休み。話が違ってくる。戻してくれる約束じゃ。せっかくだから僕の部屋で。まあね、二度とあるわけじゃない。ちゃんと休みも取らないとね。お水も優しいの。ジュースではないけどね、お水はあるんだ。あの、重い、大変だったなぁ。喜んでる。部屋でゆっくりしてていいよって気遣ってくれたし。いいことたくさんあるな。そうか？結構お気楽だね。結構カタツムリになったら焦ると思うけど。個人的には。あの抜け殻からまるで、おじいちゃんと同じ匂いが。え、ちょっと待って、嫌な感じがした。なるほど。あの抜け殻おじいちゃん入ってた？とても、水じゃなくない？これ、騙されてる。いや、騙されてる、騙されてる。水じゃない、多分。ネトネトはしないでしょ、水。大丈夫、大丈夫。きっとすぐに、何飲ませてるの、これ。粘液とか？やだ、絶対。飲みたくないけど。私と一緒に遊びました。何も考えられなくなってしまいました。カタツムリさんは楽しそうに笑います。たくさんお水を飲んだじゃないか。急に逃げ出そうとした。うまく動きません。遠くに聞こえてしまいました。
ああ、最初の歌の歌詞である目は壊れてしまいましたってことか。私の目を叩いてきます。怖い。痛そう。痛い。鳥さん、やめて。天敵だ。音とあれが合ってないんだけど。大惨事でちょっと映せない状態じゃない、これ。鳥さんが目を開けて取り出し、麺を食べてしまいました。まあ弱肉強食の世界、もうやだよ。早くここから出ないと。お、出れる？おっそ。カタツムリだからね。走るとかないんだ。ないね。ボタンがないね。遅いな。これ逃げ切れるの？かなり厳しい。後ろに誰か立ってる。カタツムリさんとの約束だったじゃないか。約束を破っちゃったから、もう。嫌だ、それは。これはさすがに怖くない。謎の顔なんだけど。今、カタツムリの顔だったの、あれ。カタツムリ。歌ね。目玉はどこにある？でも、カタツムリって何食べるんだろう？葉っぱ？キャベツの葉とか？レタスの葉とか？そういう感じ？そんなことより、このスローの歌が気になる。私にたくさんの塩をかけてきました。私は暑くて苦しくて、本当のカタツムリさんになってしまいました。あ、溶けてる。大変なことになってるけど。はい。これ、コンティニュー、いる？いらないと思うけど。あの、おじいちゃんとあれの、つながりがわかんないな。殻の中、そもそもでんでん虫、あれ脱皮するのか？でも、まあ、脱皮すると仮定してだよ。おじいちゃん、自分がカタツムリになっちゃって、おじいちゃんは、その呪いで、あの殻の中に入ってそれを自分で埋めたっていう、そんな感じ？考えるに。多分それが一番つじつまが合うかなと思うけど。はい。他にもいろんな考えがあったら、ぜひぜひ教えてください。はい。それでは本日は、ホラフルゲームでんでん虫、この辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオス。アミーゴース。またね。